すまん。やいや悪霊、俺の勘だとお前の正体は最上慶。私を知っているのか。本当だったのかよ。何が目的で女の子に取り付いてんだ。生前もロリコンだった。たま止まらない。みのり、もうやめなさい。パパが一緒にいてやるから。刺した。嘘だろ。人が死ぬなんて聞いてないぞ。そんなの安心してられるか。逃げろ。あっちゃねえ。どこに行こうって言うんだ。とんでもないありさまだな。モブ、肩は温まってるか。はい、全然温まってないけど、やるしかないのは分かります。悪魔だ。逃げた方がいいんじゃ。私も多少は腕に覚え。こざもは今くん。おお、誰かは分からないが優れた念動力者だな。確かに体の関節は可動域以上動かすことはできない。でも人形の関節はどうだ。動けるよ。あの子の体が。分かったか。この体に負荷をかけても何の解決にもならん。何を笑ってるんだ。彼か。解決はするよ。僕がお前を消す。こっからだ。なんて霊力。なんだろうあれ。見たことねえ。みのりさんから出ていけ。すごい、子供かと思ったら、なんてパワーだ。いや、憑依どころか融合しかけてる。失敗した。師匠、状況がもっと悪くなりました。モブより強いってのか。はい。嘘やろ。死ぬ前よりも生き生きしてやがる。終わりか小僧。奴はなっていたんだ。望み通り最強の悪霊に。まあ死んで成仏できなかったら改めてよろしくな。縁起でもねえぞ。そうか。え、みのりさんの中に入って内側から悪霊を追い出せば。アホか。決まった。かな、ちょっと待って。ダメだ、動けねえ。この肉体いらんのなら私が使おうか。バカめ、もう俺様のもんだ。邪魔見やがれ。おっと、大事な素材をそうやすやすと壊されてたまるかよ。なぜ他の霊がいる。目障りだ。消えろ。今だ、死ねよ。そういうことか。正気じゃないな。そいつは普通のガキじゃねえんだよ。行け。お前なら。